おしおし、これでグーフィーの写真はゲットしたから、あとはドナルド。帽子をなくしちゃったんだ。あの帽子がないと写真撮りたくないんだって。写真が欲しいなら急いで見つけてあげて。はい、皆様アニョスです。ということで今回はドナルドちゃんの帽子をゲットするところから、もちろんこちらも実際にあるアトラクション動画があったので URL 説明欄に貼っておくわ。そして久々登場、パンダ主です。皆様アホパンダですよ。ふふふ、今日も華麗な身のこなしで駆け抜けるぜ。あ、グーフィー図については第1回参照。ごめんね、今の。一体、滑る覚悟はできてる？受験生の皆さん、ごめんなさい。滑る覚悟はできてるって、意味違うでしょ。アクロバットグーフィー。では、雪山滑り、レッツゴー。さあ、最初のクラッシュは行くか。あ、ミスったミスった。電気ゼロか、もう大丈夫。1ミリも大丈夫じゃない。でも少年ちゃんは無事に。あ、ちょっと誤解のないように言っておきますが、実況を盛り上げるためとか、わざとじゃないですよ。体での操作、マジで難しいようです。コントローラーと違って、慣れるのに時間が。やっほー。今の気持ちよかったですね。ここも大ジャンプ。先ほどちらっと話しましたが、このマッターホルンボブスレイ。アメリカ、カリフォルニア、ディズニーに実際にありますが。主、ちょっと操作上手くなる。その情報いいわ。あ、高橋ごめん、続きどうぞ。オッケー、もちろん本物はこういう一人で楽しむタイプではありません。ちょっと動画見たけど、日本のアトラクションと一緒で、数人乗りのマシーンだったわ。でもね、コースは結構似てるような。うん、なんか面白そうだった。まあ実際に見た方が面白いと思うので、ぜひ説明欄から見に行ってみてね。虫パンダ、跳ねる。何してんだよ。いや、プレイヤーが跳ねるとジャンプするらしいんだけど。座りながらのプレイなので、うまくセンサーが反応しないこともあるようです。ちょっとジャンプするまで頑張るぞ。みんな、右下に注目よ。おー、飛んだけど、頭が。消えたー。はい、撮影の都合で動ける範囲が限られております。お、狩人が手振ってる。そうなんです。虫パンダの背景は透明になってますが、もちろん元の映像が透明のわけもなく、緑一色の布を背景にして撮影しております。クロマキー合成って言って、緑だとワンクリップで透明にできるのだ。おー。ということで、大きく動くとたまに虫が途切れますが、多めに見てください。お、スピードアップ。そしてクラッシュしまくりの少年くんに対し、無駄にスキーが上手なグーフィー。少年、情けないぞ。お前のせいだよ。それにしてもボブスレイなんてやったことないな。一時期オリンピックで流行ってたけどね。でも実際にやったことある人はほとんどいなそう。お、ドナルドの帽子発見。無事確保。てかボブスレイ、どこでできるんだろうと思って、ネット見てみたら、割と手軽に体験できるようです。機会があったらやってみようかな。この姿で、絶対止められるわ。グーフィー、忠告ありがとう。気をつけろ。ブーメラン。グーフィーちゃん、美味しい場面ありがとう。実況に協力的でございます。それにしても、これ操作難しい。少年、ここまで何回クラッシュしてんだ。1回以上、100回未満。でしょうね。なんだその友達以上恋人未満的な。ピンポンパンポーン。ここから二重底ゾーン。二重底ゾーンでございます。両サイドに注目なのじゃ。お、何回かついのが、雪玉で妨害してきております。その妨害に華麗に引っかかる虫だぜ。ダセーな。またまたダセーな。それではラストスパートです。かっ飛ばしていきましょう。あ、起きたと思ったらこっちもオッケーなのね。早送りなので、パンダの動きもちょっと早く。大の大人が部屋で一人で、こんな格好でやってますよ。それは言わないで。ちなみにこの T シャツ、Amazon で3000円でお買い求めいただけます。買いません。おし、なんとかクリア。はい、今回はここまで。一つのアトラクションが4コースぐらいに分かれてます。今ので1コース目終了。ってことでドナルドに帽子を。ドナルドな、めっちゃ怒ってるやん。知ってる。こら佐藤。よし、帽子を
たぼって写真撮影が視聴になるぞ。皆様も笑うとこですよ。学生の未来しか見えない。今のおじさん主ちゃんポーズよ。なんだ今の動き。センサーの影響で人間らしからぬ動きに。こんな写真ポーズするやつ初めて見ました。皆様、次写真を撮る際にはお試しを。視聴者見える。やっぱ見てるための写真やばずなのに。まあ私でいいよ。ドナルド、ミッキーから市長の座を奪えるか。せっかくなんでサインもらっときましょう。僕のサイン？もちろんいいよ。友達に一番サインよ。後日、学校で、そうでもなかった。おいおい、最後はいつも通り、ダンスでお別れです。バイバイ、ミッキーによろしく。ミッキー、めっちゃ近くにいた。ネズミちゃん発見。その言い方やね。やめろー。僕はミッキーマウス。会えて嬉しいよ。本当に君のおかげだよ。ありがとう。アルバムがついに完成だ。どういたしまして。きっと喜んでくれるよ。あ、そうだ。いいアイデアがある。いろいろ手伝ってもらったし、君からミニーにアルバムを渡して。きっと喜んでくれるよ。ミッキーちゃん、ナイス。バイバイ。ミニーにアルバムを渡してね。バイバイ。ディスイズシャクレ。アゴに寄っていくんじゃねえよ。正直ちょっと思ってたけど。ではでは、ミニーちゃんのとこに行きましょう。いたいた。こんにちは。私はミニーマウス。あなたに会えてとっても嬉しいわ。まあ。私に？あら、どうもありがとう。ミッキーのお手伝いをしてくれたのね。うん。私からもあなたにプレゼントがあるの。お、なんでしょうか？アルバム？ミニーちゃんのサインもゲットしちゃいましょう。嬉しいわね。クリームパンではありません。サバン、お黙り。嬉しかったわ。ありがとう。では少年とミニーちゃんの息の合ったダンスをどうぞ。バラバラ。ダンスって大好き。バイバイ、元気でね。おし、これでミッション達成。なんかゲットしたようです。お、豆知識教えてくれるガイドさん。ディズニーランドの最初の入園券を買ったのはウォルトの弟ロイだったのよ。値段はたったの1ドル。ディズニーに100円で入れるなんて、今じゃありえない。たっぷり楽しんでね。ここで少年、ずっと一人なので家族の輪に入ってみることに。今一名瞬間移動しただろ。悟空以外にできる人がいるとは。誰も相手にしてくれなかった。ってことであの方に慰めていただきましょう。ジュール、お会いできて。割愛。いや野獣の扱い。そしてなぜか不気味に動く標識。それでは本日ラスト、主がディズニーキャラの中で一番好きなプルートちゃん。仲良くじゃれ合っておしまいです。まずはちょっと観察。何かを察知したようです。ではアップでもう一度。やめんかー。ひどい、ひどすぎる。じゃあプルートちゃんに話しかけてみましょう。プルート、少年に興味津々。はい、お手。あ、こいぬー。でもやめんかー。少年も素手なのに。おしおし、いい子いい子。サインは、もらえるのかな？え、書けんの？手形か、かわいいやん。そうきたか。やっぱプルートは可愛いね。それでは本日はこの辺で、今度こそ本当に息の合ったダンスでお別れ。シンクロしてる。すげー。ではまた次回。
皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。